ヨーグルトの空いてるやつ蓋ついてます。やります。まず蓋側これと比較、じゃん。今やったので、じゃん、じゃん。です。このパックですけども、こっちは紙です。蓋はプラ紙なので手でいきます。ここの縁のところは手で伸ばします。継ぎ目のところで伸びました。伸ばして平たくなりました。こっちもこれはさて、こっちのプラスチックの容器です。これはここのところを切ります。特別なハサミじゃないです。そしたらここのところを、立ち上がってるところを切ります。これをここの部分と分離します。こんな感じ。そこはこんな感じ。立ち上がってた部分をの方、蓋です。蓋もここの立ち上がりを切ります。ここの角っこを切ります。ほいほいほーい、できました。あっという間です。さっきの立体の容器はこんな感じ。そして蓋はこれだから、これこんな感じ。紙パックの方の蓋も切ります。立ち上がりのところ、こんな感じ。さっきのと2つ、これも切っておきましょう。
というわけで最終的にどれくらいになったかっていうと、もうね手で持てちゃう、手で持てちゃうくらい。立ち上がりの部分がここですね。もう少し小さく切ってもいいですけども、これくらいで勘弁してやる。どう勘弁するかどうかわからないけれど、プラスチック部分に関してはこんな感じ。そこに蓋じゃなくてラップ、こうなんかくるんでたやつ、そして紙の全部でこんな感じです。これがヨーグルトの容器2つ分、大きさはこんな感じ。合わせ技、プラゴミで尖ってるやつ、こういうのをこういうのでくるんであげる。そうすると、角が養生されるので、ゴミ袋が破けたりしません。終わり。